はい、実際組み合わせ、さて何段目でしょう。沖縄です。今日はこのものすごいでっかいモットね、これこれこんなんですよ、握るのにね。これ18650が4本入るアイジョイのものですね。で、上にこれ乗っけてます。こいつね、これね、アイジョイで出てたやつなんですけど、これ何してんのってね、実はこのごっついコイルをね、これで試したりしてますね。もともとのツイストをさらに、まあ、電気ドライバーでね、締めて二重巻きにしたり、まあ30ぐらいの方が4本プラス、あと30でね、外巻きしたりっていうような形のものを作ったり、少し太めのね、こんな風にツイストワイヤー、ツイストですね、ツイスト作ったりして楽しんでます。で、このモッドのいいところはね、本来アイジョイってこう熱がね、まあ、改良版が出てますけど、この熱が本来ね、こうモッドである程度吸ってくれるんですけど、これね、熱が伝わらない、ね、なので単体で熱くなってきます、アトマイザーね。で、何が大事かっていうことは、アトマイザーが単体で熱くなるっていうことは、まあ、発熱は早めに発熱を感知できる。またこういったね、ジュース類も糖度が多いとかね、まあ、日記発火系とかってなると温度が上がったりしますね、こういうのね。そういう時にこういいし、思いついた時にね、だいたい4本ついてて常用使ってないと、かなりの間電池4本入れておいてね、ほっといてもこれあっと思った時に使えるっていう便利さがあります。まあこの組み合わせ的にはね、もともとこれはド派手なんでね、まあアイジョイのこの色柄というかね、まあ、なかなかいけてると思いますよ。はい、ここね、ごめん、ここ4本ね、ここから入ります。で、こう2本ね、ここで入れて、2本2バッテリーで使うこともできますけどね。はい、まあ、この組み合わせいかがなもんですかね。はい、以上です。